俺だ。山田盛り上げて、山田、山田、山田もっと声出せ。山田そういう声じゃないよ、そういう声じゃないって。なかなかボールに絡めます。ナイスショット。山田盛り上げて、山田盛り上げて、山田盛り上げて、盛り上げて。お前全然盛り上がってないじゃないかよ、他と絡めねえな。え、しんどいとか言うなよ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？他大丈夫ですか？大丈夫ですか？そういうことで、じゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、さあ着いたぜ、デンカビッグスワンスタジアム、今日の決戦の地。いやー、1ヶ月ぶりだ、セレスト戦から約1ヶ月ぶり。今日は勝つぜ、絶対に勝つぞ絶対。山田は間に合わずということで、はい、はい、山田は間に合わずということで、はい、じゃあ勝ちましょうですね、勝ちましょう、すいません、滑舌悪くてすいません、はいはいはい、ちょっとね、神田はセレッソ戦以来なので、勝ちましょう、勝ちましょう、立ちましょうじゃないですね、勝ちましょう、ゴールして立ちましょう、はい、勝ちましょう、何回でもね、はい、いくぞ、おー、あざっす。山田は間に合わなかったですけど、須藤さんと米子さんは間に合うということでね。マジ空気読めねえですね、あいつは。出場停止だ、出場停止ですかね、あいつ。じゃあ皆さんもうちょっと寄ってもらって行きましょう。今日は私が特に、はい、勝ちましょうね、立ちましょうじゃなくて勝ちましょう、勝つぞ、あざっす。何チケット頼んだじゃないですか？何のチケット？札幌戦だから、コンサドーレの試合中に発売だったから、うん、取れるわけないじゃん。コンサドーレ、いや神戸です。あ、神戸、神戸、神戸の試合中に、うん、コンサドーレ戦のチケット取れるわけないじゃん。いやいや、携帯でちょっとポンポンって、ね、いやだから試合集中してるのに
そんなのできるわけないじゃん。なるさん、いや、なるさん関係ねえし、なるさん関係ねえし、マジ関係ねえ、なるさんマジで止まっちりだわ。事故起きました。ああ、事故だわ。これ自分で撮ったのよ。ルールを守り今から応援をお願いします。神田さんが撮ってるかもしれないのに。いや、撮ってないって忘れてたって。アルビレックス新潟の小野裕二です。どうぞ。う、初めてこっち来たし。こちらは WK。 こんばんは、お願いします。よし、活動、うん、ここだね、ダブル1だから。いや、初めてじゃない、ダブル1。テンション上がるぜ。さあ、ちょっとチケット見せます。いや、来たぜ、ビッグスワン、久々。ちょっと待ってくださいね。いや、最高最高ですね。いや、テンション上がります。いや、すごい、最高、世界一のスタジアムです、最高。
し、今日はマサ兄やんと一緒に観戦しながら見るんですけども、まあまあまあ、もうこの試合は新潟はね、まあ浦和戦チャンスは多く作れているので、まあ本当に課題は攻から守のところだと思いますので、攻から守の切り返しの部分で1対1、玉木はそういうところを負けないっていうところが大事になってくると思うので、もうそこをやれば松橋監督がやってるサッカーは間違いなく、もう今のサッカーでは本当に最高のスタイルだと監督は思いますので、まあそこですね、攻から守のところの玉際デュエル、1対1負けない、そこのところの一つのクオリティを上げていく、あとは決定機でね、しっかりどれだけ新潟が決めれるか、それをこの横浜戦で、横浜マリノス戦で証明してもらいたいなと思います。マリノスのリーグ戦4戦くらい勝ちなしなんですよね、多分。なので、ね、しっかりこういうマリノス調子のいまいち上がってないマリノスを倒して、新潟が勢いつけてもらいたいなと思います。まあもう立ち上がりでしょうね、立ち上がり、しっかり立ち上がり無失点で、行きましょう、行くぞアルビ、頑張れ。今日奥村選手がスタメンなんですけども、奥村選手に入った瞬間に斜めの縦パスが出るところがやっぱりいいですね。あそこをどう、まあ、さっきね1本出たんですけど、ボール、長倉選手だったかな、ボールつながらなかったんですけども、まあ、奥村選手があそこの、ね、斜めのパス、縦パスをどれだけ通せるか、今までのアルビとちょっと違って、ああいったね積極的に前半から斜めのパス出るってことはいいんじゃないですかね。奥村選手がスタメンで出てる良さが出てるんじゃないのかなと思いますね、まあ、ちょっとファウルになったけど、まあ、仕方ない、切り替えていきましょう、仕方ない。このフリーキックは気をつけてほしいですね。マリノスは守備陣は 4-4-2 ですね、上中選手が1枚出て、新潟のセンターバックに2枚でプレッシャーかけながら、奥村選手に対しては渡辺康太選手が見る形になってるんじゃないのかなと思いますね。442の可変ですね、442の可変、そういった形で見てるかなと思いますね。さあこのフリーキックで大外マイケル選手空いていくかな、マイケル選手のとこ狙って面白いですね。バックステップ踏んで準備してるから、ファーサイド狙ってもいいんじゃないですか。マイケル選手飛び込んでくると思うから、マイケル選手もしくはトーマス・デン選手おとりに使って、マイケル選手準備してんじゃない、これ突っ込んでくるよ、ほら来た、ほらいいボール、いやー惜しい、いやー惜しかった、まあ、このコーナーでしょ、このコーナーで、このコーナー次のコーナー取りましょう、次のコーナーで。さあコーナーキック、秋山選手がフリーキックと同様コーナーキック蹴りますね。さあどうするか、まあ、長倉選手を狙ってもいいんじゃない、センターサークル手前、あペナルティエリアのところで前長倉選手いるから、長倉選手狙ってもいいんじゃない、いや面白いんじゃないこれ、いや狙い面白かったね、出るかボール、もう一回あるか、いやいいボール、いいボール、いや惜しい、いやカウンター、カウンター気をつけて、カウンター取った、いや一発いくな、気をつけて、いややばい、カウンター気をつけて、カウンターだけ気をつけて、カウンターやばい、ナイス、マリノスがボールを奪った瞬間のトランジションのところ、特に渡辺康太選手がボール奪ってからグググってね、松原選手が前に出るんですよね。であそこにパスがやっぱり通っていくから、新潟はどこでボールを奪えるか、どの位置でボールを奪えるかっていうところが、まあ、一つポイントになるんじゃないのかなって思うけど、
あれ匠選手だね、肉まわれやっちった、バナっちゃった、うわーダメか、ダメか、バナった、いやーこれまた怪我に、うわー新潟ダメ、あ、いける、いけそうかな、ダメ、あ、ダメ、バツ出た、バツ出た、いやーダメだ、うわーこれもうやばいな、新潟右サイドハーフ誰かいる、今日誰だった、ダニーロ選手入ってないですよね、誰誰かな、太田選手も入ってないでしょ、島田選手、石山選手、44、いやどうするんだろうシステム、うわー肉離れか、いやーちょっと新潟立て続き3試合連続、はい、神戸戦で高木選手、はい、で浦和戦では、長谷川元樹選手、はい、で長谷川匠選手、マジかやばいな、うわー、まあ、ちょっと長谷川匠選手はスプリントした瞬間だったっすね、いやーこれやばいな、システムどうするんだろうな、誰、谷口選手か、谷口選手か、谷口選手しかいないですもんね、うわー、いやーちょっと谷口選手頑張ってもらいたい、いやーやばいな、前半何分、18分、いやー匠選手お疲れ様、も悔しいでしょうね本人が、いやーお疲れ様匠選手、いやー悔しいだろうね、いやーもうちょっともう無理せずにね、またしっかり直して帰ってきてほしいですね、知ってオフサイドなし、あマジか、知ってどうなった、オフサイドなし、どうなった、ちょっとアルビの選手もゴール前でちょっと確認してますね、 VAR もなし、うわーなんかあっさり失点でしたね、確認もなし、うわーしわーなし、あっさり失点、うーん厳しいね、うーん、まあまあ切り替えていきましょう、1点取ろう、1点取ろう、まず1点取り返しましょう、まあちょっと失点でしてしまったところはインサイドハーフのね渡辺康太選手がスルスルスルって上がってきた感じだったのかな、藤原選手が、井上健太選手かな、井上健太選手を見ないといけなかったし、渡辺康太選手も見ないといけなかったと、多分、マイケル選手がアンデルソン・ロペス選手をねずっとつきっきりだったところを、まあ、やられてしまったのかなと、そこで渡辺康太選手がまあインサイドハーフがスルスルと新潟のゴール前に上がってきたところを突かれたのかなと、まあ、思うんですけども、まあ、新潟がね、まあ、その後、落ち着いてねしっかりプレッシャーかけに行けてると思うので、もう一呼吸置かずにボールを奪われた瞬間、もうね一呼吸置かずにそのまま勢いで、そのままの勢いでもうプレスかけに行った方がいいと思うぞ、プレスかけに行った方が、そうなるとやっぱりヤンマテウス選手とか、井上健太選手ボール出すとこなくてずっと探すので、その探した一瞬の迷いのところをやっぱりね新潟が奪っていけたらいいんじゃないのかなと思います。さあこのフリーキックね、点決めたいね、点決
冷たい。鈴木浩二選手フリーだよ。鈴木浩二選手来たんちゃう。鈴木浩二選手のとこ来たんちゃう。いやー惜しいっすね。惜しい惜しい。ゴールの匂いしてきたよ。まず1点、まず1点。絶対絶対大丈夫だから。絶対この試合勝つから強い気持ちでいこう。左サイドバック星選手非常にいいんじゃないですかね。ヤン・マティス選手のところしっかり、ヤン・マティス選手のスピードとタイミングを見計らいながらね、しっかり寄せて、さっきのところ体入れてボールをね出さなかったところからアルビの攻撃につながったので、新潟の攻撃につながったので非常に良かったんじゃないのかなと。やっぱ星選手予測能力というか守備能力というか対応が非常にいいですね。あーこのコーナーで決めてほしいな。このコーナーでさあマイケル選手決めてほしい。いやー無理か。来た。いやー来たんちゃん。来たよ。いや来た。マイケル選手。いやー面白い。来た。いやー惜しい。もう一個。マリオン。いやーもう一歩。来た来た。いやーもうなかなか決まらない。あと1分なんだけどな。ファールなし。ファールなし今の。いや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 、ファールなし。うわファールなし。ノーファール。うわマジで。何ゴールの中に。だからその前のファールじゃない？あ、オフサイドの可能性。いやこれ決まるかどうかで試合。いや審判その前のファールは？いやーマジかじゃないの。いやマジ頼むよ。いや何頼むよマジで。あ、VAR 確認。どこから巻き戻すやろ。いや頼むよ審判。よし OK 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 ナイスナイスナイス。あるぞあるぞ。
が見に行った、マジ見に行った、オッケーオッケーオッケー、行こう行こう行こう、いやーよかった、マジでマジ助かった、オッケーオッケーオッケー、行け行け、危ない、よかった、マジでオッケーオッケーオッケー、行こう行こう行こう、さあ後半キックオフですね、はい、まあもう本当この後半は、まあ、前半はやっぱりバルノスの高から死のところの切り替え早いですね、新潟ペナルティエリアの中に3人入っていくところをバルノスは5人入っていっていたので、まあ、そういったところのねやっぱりプレスバックの速さとか体の寄せとかそういった一つ一つのクオリティがやっぱりマリノスは高いなと思うので、やはり新潟がこの後半どんだけね上回っていけるかだと思いますので、あと渡辺康太選手、6番か、結構スプリント回数多いと思うんですよね、前線に上がっていくところ、だからあそこをどうやって抑えていくかっていうところが、大事になってくると思いますので、まあ、秋山選手、奥村選手どっちが見るのか、まあ、そこをしっかりね注意しながら2点目取られないようにね、2点目取られないように、まずはアルビがね、新潟が同点追いついてね、まずは同点追いついて勝てますね、はい、まずは同点追いつきましょう、はい、行くぜ新潟、頑張れ、まあ、一つ後半奥村選手のボールの引き出し方がやっぱり新潟はそこからどうやって前線にボールを運び出すかと思いますね、スピードがぐっと上がった瞬間に奥村選手ボールが足元にあるから、そこでやっぱりボールロストしてきた、パスミスからだった、パスミスから、いや鈴木浩二選手かな、鈴木浩二選手、いや来た、いやでかいよこれ、開始早々何分、5分でゴール、よしよしあるぞ、よっしゃ、いや来た、よっしゃ来たぞ、よっしゃ、いや来た、奥村選手のプレー解説してたらまさかのゴールということで、いやすごい、いや奥村選手がねやっぱりボール引き出すところね、スピード上がった瞬間しっかりねボールが足元に入るから奪われないですね、いや素晴らしい、いい選手、さあ行こう、ここから行こうぞ、よっしゃ、森内選手、よっしゃ、逆転、よっしゃ、来た、逆転、谷口選手、来た、ナイスクロスに入ってくる渡辺康太選手だけ見たいですね、あの渡辺康太選手だけクロスに入ってくる、前半あれで多分やられてるから、宮市選手のクロスに対して来た、きっと渡辺康太選手の動きだけ気をつけたい、そこだけしっかり見ながらですね、声かけ合ってやってほしいですね、うわーマイケル選手何ドアメバツ、マイケルダメ、膝どこ、うわマイケル、あわダメ、ダメ、あ早川選手も準備か、いやどこだろう、どこやろう、うわマイケル選手はどこやったのか、膝、
膝かな、どんな感じな、もうダメ、膝膝足裏、あ足裏、あふくらはぎ押さえてるからハムストリング肉まであるかな。うわお疲れ様です、マキ選手ナイスプレー、ナイスプレー、あー首かしげてるから結構厳しいかな。うわ大丈夫かな。いやナイスプレー、マイケル選手、あーやばそうかな。さあこのコーナー大事にしたいね、このコーナー大事にしたい、このコーナー。さあ稲村選手プロ初ゴール決めてほしいな、この辺で稲村選手もしくはトーマス・デン選手移籍後初ゴールとか決めてもらいたいですね。ダメ押し、ダメ押し、いや押し、もう一個あるよ。いやオッケーオッケーオッケー、時間使いながら、時間使いながら。ああ塩貝選手は、マリノスは塩貝選手ですね、塩貝選手の投入ということで。さあさあ、あとロスタイム入れて15分ぐらいですかね。さあここからもう一個攻撃につなげたいですね。いやナイスキープ、グーナイスキープ、いやオッケーナイス、いやオッケーオッケーオッケー、ナイスプレーナイスプレー、グーグーナイスプレー、オッケーナイス、右手なし、オッケーオッケー、コミちゃんがない、待ってキーパー8回、いやーコミちゃんがない、マジか、試練が、コミ選手に、コミ選手に試練が、マジか、いやーあるある、コミ選手あるよ。さあ集中集中集中、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、いいよいいよ、集中、最後まで最後まで、大丈夫大丈夫、オッケーナイス、ライアルライアルライアル、そう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 、最後まで集中集中集中、絶対集中集中、やられるだよ。さあ行こう、いやオッケー、ナイスナイス、グー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 、あるある、オッケーオッケー、ナイス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 、よしよし、オッケーオッケーオッケー、セカンドボールよ、セカンドボールよ、次のボール次のボール、集中して集中して、次のボールよ、次のボール次のボール、最後まで集中しよう、最後までこの次のボールよ、この次のボール、いや牛ですね、牛する、シンプルに声出して、いやー冷静、ナイスナイス、オッケー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 、グー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 、前前もう前で大きく大きく蹴りして大きく蹴り、大きく蹴っていこう、大きく蹴っていこう、あー一回 OKOK、 時間使いながら、いやナイス、いや OK、 セカンドボール、いや OK、 シンプルに、いや OK、 いいよ、外からサイズ無理、いや OK、 ナイス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 、次のプレー次のプレーよ、いや裏裏裏、いや OK、 グーグーグー、ナイス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 、絶対絶対この時間失点するんだよ、失点をするんだよ、
集中して集中して失点しない失点しないいや、オッケーナイスいや、ファウルやろファウルファウルファウルいや、オッケーオッケーナイス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 いや、大丈夫大丈夫オッケーあ、いや、やばいんじゃん大丈夫うわ、やばい大丈夫いや、みそ落ち入った大丈夫大丈夫かな大丈夫そう、大丈夫オッケーオッケーオッケーナイスさあ、ラストワンプレーかなラストワンプレー多分ラストワンプレーやろよしラストワンプレーこのままでこのままでこのままで失点せずに最後終わろうよっしゃよっしゃよし終わりやまだ終わらんかオフサイじゃないやろオフサイかオッケーオッケーオッケだから今早川選手があの18番のところやっぱ見ないと見ないですねあそこよっしゃーったーやったーよっしゃ勝ちましたいやでかいこの勝利はいややったぞいや泣きそうだいや素晴らしいいやナイスゲームでしたいやよっしゃナイスゲームいやいい試合でしたもろもろ振り返っていきたいと思います素晴らしい皆様ありがとうございました本当に、神田のビッグスワンの、連敗もストップということで、はい、いやまた新たな、勝ちにねつなげていきたいと思います、はい、さあ次の湘南戦に向けて切り替えていきましょう、はい、ナイスゲームまあ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 仕方ないですねあれ決めれなかったなみたいな感じですね、あれかな奥野選手がインタビューされたんですかねでしょうねI'm sorry.
応援含めて、決めたときは、無意識にサポーターの方とも
ってます。はい、ナイス。じゃあ、はい、ヤマタ行きましょう。ヤマタ行きましょう。何行きます？たまにはセンターセンター。幼なじみさんの下の名前知ってる？誰だ？誰だ？誰？幼なじみさんの下の名前知ってる？覚えてるよね。さあ、なってます。さあ、よくなっています、加藤さん。はい。今日は21で勝つよ。よし。そう、勝ちましょう。やば、長えよ。俺だ。カメラマン、カメラマンから閉めてきた。はい、閉めてください。じゃあ、行きますよ。よし。3、2、1、俺だ。こんにちは、山田です。亀井さんが映ってるバージョンも撮ります。神田さん、今気がついた。昨日千葉ちゃんのあのケースが来たのに帰ってこなかった。おー、残念。家に届いてるの。幼馴染さんは見つけられませんでした。早く出てこいや。ということで、はい、テイク2、テイク2お願いします。はい、3、2、1、オレだー。あざーす。長えな、長え。